リヴァイたちがケニーらを追跡する一方、洞窟の奥ではロッドレースが巨人化し、ヒストリアは拘束されたエレンを必死に救おうとしていた。ロッドレース、あんな野郎巨人になりやがったな。ヒストリア無事ミカサ、俺はいい、早く逃げてください。うるさい半田野郎、巨人だけじゃねえぞ、鉄砲を持った敵も飛んできてんだ。天井が危ない、外れた。巨人化するか、いや巨人の体程度じゃ防げない。ごめん、みんな、俺は人類の希望なんかじゃなかった。鎧、なんだ悲劇の英雄気分か。初めてってわけじゃねえだろこんなの。ま、あの中飛ぶのはさすがに厳しいけど。私がエレンを。無理だ、もう逃げられない。じゃあ何もせずにこのままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。私たちが人類の敵だから。毎度お前にばかりすまなく思うが、エレン、好きな方を選べ。遅い、さっさと決めろ。進みます。ごめんなさい、最後に一度だけ許してほしい、自分を信じること。